皆さんこんにちは。もつクリニックの北条です。今日はですね、脂肪を使った豊胸についての端的に実際どれぐらい大きくなるのかっていうのをざっくりとですけどね、ご案内します。だいたいお越しいただいた方で、まずその体の診察から入る前にですね、脂肪補給ってどういうもの、こういうものなんですよ、僕たちがやってるものはこういうことなんですよっていうのをまずお話しするんですよ。で、脂肪補給って大切なことが2つあって、1つは脂肪を大きくする材料を取ってこなきゃいけないんですよ。いわゆる脂肪吸引が必要っていうことと、で、あとは量が、その中でも量が重要っていうことと、それは入れる内容ですね。今度は2つ目は入れる容器というか器というか、胸の様子がどれぐらい脂肪が入りそうかっていう、結構こう2つの要素が重要で、両方がしっかりと十分にないと成り立たないですよっていうのを説明して、じゃあそういうのでバストの様子、取れる脂肪のどこから取りましょうかっていうお話からするんですが、そういった両方の要素がしっかりと十分に兼ね備えてらっしゃる方で、大体具体的に言うと、これもね、なんか難しいんですけど、1から2カップぐらいの大きさの1回の脂肪補給ですね。で、その幅があるのは大きい人の方が大きくしやすいんですよ。で、カップにも反映しやすいです。具体的に言うと、 A カップの人を B、C にするのって結構大変なんですよ。でも C カップの人を D、E にするっていう方がすごくできやすいです。まあ、それはすごくイメージしていただくと分かると思うんですけど、砂場で砂をちっちゃい山と大きい山を作って、上から同じ砂か量の砂かコップでかけた時に、どっちの方が大きくなりやすいかって、大きいベースがある方の方が大きくなりやすいですよね。で、そんなイメージです。なので、それ脂肪も一緒です。なので、まあそういうご説明をします。だいたい僕たちマックス入れて、胸の様子にもよるんですけど、脂肪を入れられるとしたら、まあ200、250ぐらいから300前半、50は入れないかな、300入れて20ぐらい、300前後だと思ったね。それがマックス量です。で、それも同じ場所、胸っていう一つの、一言で言ってますけど、入れる場所っていくつかこう段階に分けてます。高さとか深さとかって言いますけど、いわゆる何かを、体の組織を使ってお部屋をこう勝手に区切ってるんですよ。で、その一つずつのお部屋にどれぐらいの量っていうのを入れてくるんですけど、まあ、それでも300くらいかな。お部屋の数は3個ないし4つのお部屋に分けて入れてきてます。そのお部屋なんですが、具体的に言うと、まず体表、体に近いところから皮膚の真下、皮下ですね。で、その下に乳腺っていう、こう仕切りを作っあのを隔てて、その後ろ、筋肉と乳腺の間の空スペースで、今度はその後ろですね、筋肉とその骨、肋骨の間のスペースのところに注入していきます。で、さらに4つ目の部屋としては、筋肉の中、大胸筋の中に注入してボリュームを出すっていう方法もあります。まあ、なんでそうやって分けるかっていうと、1つのところにドカンって入れても、まあ入れる量が一緒でも結局大きくなりやすさも違いますし、その結局入れた脂肪って入れただけじゃなくて、こう外から栄養を受けたりとか、あるいは呼吸しなきゃいけないので、そういうスペースがしっかりと確保できないと、中で居つかないというか、居つかないぐらいだったらいいんですけど、悪さしたりばい菌の餌になっちゃったりするので、まあ、そういったことがないように、しっかりとした余裕のあるスペースにある程度、まあ、十分量入れてくるっていうのが、まあ、やり方ですね。それ以上入れちゃうと、そういうふうに塊になっちゃったり、あるいはそこに感染したりして、後で取り除かなきゃいけなくなったりすることもあるので、まあそういうことを考えて、先ほどの量がまあマックスで僕たちはやってます。他のいろんな補強はあるんですけど、まあ大きく分けて3つ、インプラントが2つで、耳下移植って言って脂肪が1個だとしたら、インプラントのバッグとヒアルロン酸ってありますけど、まあ今ってもヒアルロン酸って結構こういろんなところから注意喚起というか、なるべくやめましょうっていうふうに案内が出てるので、まあ、そのいわゆる充填剤で補強するっていうのは、まあ、今のチョイスのね、選択肢の中としてはちょっと順位は下がるのかなって思いますけど、そうなるとバッグと比較していいこと悪いこともちろんあるんですが、まあ、バッグのメリットは大きさが選べるっていうことと、
脂肪の最大の欠点、脂肪注入の欠点というか最大のまあ負荷要素というか、脂肪を入れる注入する大きくする材料を自分でどうにかしなきゃいけないっていう要素がなくなるんですよね。なのでそれが結構いいことで、まあデメリットとしては、まあ、やっぱりメンテナンスがある程度必要なっていうことと、そうだ、経年劣化をしてしまうっていうのもまあ一つですよね、ただね、脂肪はメンテナンスはあまりないのと、経年劣化っていうことはほとんどなくて、あとはただまあ一度に大きくできる大きさには制約がありますよっていうのは、あとは脂肪を取らなきゃいけないっていうね、体には負担がかかるかなっていうのはありますね。なので脂肪補強を、まあいろんな胸の手術で考えられる、考えていらっしゃる方で、結構まあ僕たち的にはどの手術も別にいいなって思ってるんですよ、チョイスするのもね。ただ僕らのところにいらっしゃる方の皆さん、まあ皆さんも当然いろんな手術を比べてお話聞きに来てくれるんですけど、やっぱり自然さがいいって言っていらっしゃっていただいてます。なのでハイブリッドっていう手術もあるんですけど、バッグを入れてバッグ管を消すために脂肪を入れるっていう、そういう手術もあるぐらいなので、やっぱり脂肪でこう隠すんですよ。でこれね、結構皆さん意外に知らないことがあって、例えばバストを大きくしたいっていうのがあって、で、まあ、ゴールがどの大きさかっていうのはそれぞれあると思うんですけど、バックで脂肪補強した後にやっぱりバック嫌だったから、じゃあこれは失敗、ただ取るだけだとボリューム減っちゃうから寂しくなっちゃうんで脂肪で置き換えるってなると、結構その脂肪の入れる量っていうのは制限があるので限界があるんですが、から取って注入ってなると結構こう段階を踏まないと大きくしていくのに時間がかかるんですけど、脂肪を入れた後にバックを入れるっていうのはあんまり制限ないんですよね。なのでまず脂肪をやって、やっぱりもっとどんどん大きくして、ただ脂肪取れないなって言ってバックとかっていう選択肢って制約がなくなるので、それね、結構皆さんに言うと、あ、知らなかったっておっしゃる方が多いので、それを知っといてください。なので順番が大事ですよっていう、ですので、まあそのまずはこう、まあ、要素を一番初めに2つお話ししましたけど、まずは取れる脂肪の確保のできる量と、あとは胸の様子っていうのをまずしっかりと一緒にご相談しながら、じゃあどうしましょうっていうふうにお話していきますので、まあ、ぜひお悩みというか、まあ別にそこまですごく考えてるとかじゃなくても、どういうものなのかなっていうのでもいいので、お気軽にお越しいただければと思いますので、お待ちしてます。今日はありがとうございました。